バスケは三層、どうもバンバです。 NBA プレーオフ盛り上がってますね。特に八村選手のレイカーズ、ゲーム1でのチームハイ29得点、これはやばかったですね。もっと日本でも話題になってほしいし、まあ、次の試合が楽しみなんですけど、このチャンネルでは最近女性プレイヤーのね紹介が続いていて、プレーオフ編に行く前に最後にせっかく続いてきたマウリ・ステファニー選手もねキャンプ契約をした面白いニューヨークリバティの選手、その中にね八村塁選手と同じアジア人選手がね大活躍してるわけで、それがしかも矢を見を感じさせる女性プレイヤーということで、今日はハン・シューというプレイヤーについてね紹介していこうと思います。というわけで今日はハンが中国代表でメインにつける15番にちなんで1500いいねをこの動画でね達成したいと思います。では1999年10月31日、ハン・シューは中国河北省に生まれました。中国出身のレジェンド、ヤオミンは NBA ドラフトで1位指名を受けて、ヒューストンロケッツでオールスターとなり活躍し、2メートル29センチというとてつもない高さで、2000年代支配的なセンターだったシャキール・オニルとの最初のマッチアップでは、あのシャックのシュートを3連続でブロックするなど、圧倒的な中国ファンからの支持を受け、ルーキーシーズンからプレーした全ての年でオールスターに選ばれ、アレン・アイバーソン、シャキール・オニルという伝説的なプレイヤーと同じ年にバスケットボール殿堂入りを果たした中国のレジェンドプレイヤー。 NBA でも大活躍したヤオは中国でのバスケットボールの人気に火をつけました。そんなヤオミンと比較される WNBA 史上2番目に身長の高い2メートル8センチのハン・シューは、ヤオミンと同じく NBA に来るまで過酷な中国でのスポーツの環境で育ってきたプレイヤー。中国の子供たちには勉強かスポーツという大きく分けて2つの道が与えられており、このアスリートコースを選んだ子供たちにとっては毎日の練習が宿題であり、試合での活躍がテスト結果となるような、朝早く起きて練習し、たくさん食べてさらに練習して寝るという全てをスポーツに捧げる生活を大人になるまで続ける必要があり、アメリカの学校で一度もプレーせず1位指名を受けた唯一の選手であるヤオミンも、このアスリートコースの最たる例として輩出された選手でしたが、ハンも小学校3年生の頃からアスリートコースを選び、バスケットのプロになるためトレーニングを始めます。6年生になる頃には182センチとなり、よりハイレベルなトレーニングや体を大きくするのに完璧な食事やワークアウトを提供する北京のトレーニング施設に送られた彼女ですが、コーチはとても厳しく、1回でもターンオーバーやミスを試合ですれば全員の前で怒鳴りつけられ、すぐに体育館から出されて真夏でもずっと外を走らされるなど厳しい罰が待っており、両親にも連絡ができないという環境はハンにとっては地獄のようであり、自由もなくロボットのような毎日に何度もバスケをやめたくなったというハン。しかしこのきつすぎる経験が彼女をタフにしていきました。このトレーニングの毎日で彼女は2メートル8センチまで成長し、プロであった父親の身長をも越し、この恵まれた体格で中国バスケで支配的なセンターとなっていきました。2018年のFIBAワールドカップでチーム USA を相手に、18歳のハンはベンチ使用ながら20得点5リバウンド2ブロックと大活躍。チーム USA には敗れたものの、この活躍でついに世界に名を知らしめることとなったハン。2011年にヤオミンが NBA から引退して以降、 NBA や WNBA では中国出身の選手がほとんどやってこれず、来たプレイヤーたちも大きな活躍を残せないという現状がありました。ビジネスとして膨大な数のバスケファンを抱えている中国は NBA にとっても大きな収益源ですが、肝心の中国人選手がいないため、2016年にバスケットボールのための食事や睡眠、そして勉強プログラムを提供する NBA アカデミーが誕生し、そしてその最初の学校が中国に作られることに。ハン・シューはこの NBA アカデミーで大きな成長を見せた選手でした。これまで NBA アカデミーではアメリカ大学バスケのディビジョン1レベルの選手を輩出してきたものの、そこから NBA や WNBA に行く選手は現れませんでしたが、2019年の WNBA ドラフトでハンはニューヨークリバティからドラフトされ、 NBA アカデミーの卒業生として史上初の NBA もしくは WNBA 入りを果たした選手に。2メートル8センチながら他のセンターよりも素早く、中国では圧倒的な存在ながら、選手として次のレベルに行くためより高いレベルのバスケを求め、彼女はアメリカに行くことを決意します。しかしハンのようなアメリカ国外のスーパースターがなぜアメリカでプレーする必要があると言われるほど深刻なサラリーの問題が WNBA にはあります。
ハンの将来のチームメイトとなる WNBA のスーパースターブリアナ・スチュワートも WNBA の MVP を取ったシーズンに1年間で稼いだサラリーよりロシアでプレーした約1ヶ月でそれ以上のサラリーを稼ぎ、なぜアメリカでプレーする必要があると疑問を呈していましたが、実際2019-20年のシーズン NBA プレイヤーの平均年収が約7億5000万円であるのに対し、 WNBA プレイヤーの平均年収はなんと約815万円。その差は歴然であり、現在はあれから少しだけ改善されたものの、いまだに問題として残り続けていますが、ハンも同じく中国に残った方がより多くのサラリーを稼ぐことができましたが、彼女は選手としてもっと上手くなるため、そしてアメリカで身につけたスキルを中国代表に持ち帰り、金メダルをオリンピックで目指すために WNBA でプレーすることを決意します。ハンがドラフトされたニューヨークリバティのオーナーはジョー・ツァイ。ジョー・ツァイはブルックリネッツのオーナーとしても知られていますが、一番は中国版アマゾンとして知られるアリババの共同創業者として知られる富豪であり、彼はアジア人として NBA や WNBA とアジア人選手をつなぐ架け橋になれるほどの影響力を持った人物でもあります。ジョー・ツァイはハンが何百万人ものファンを連れてくるポテンシャルに気づいており、ハンのルーキーシーズンであった2019年、ニューヨークリバティのプレシーズンゲームに中国代表を招待し、この試合はハンを応援するため、そして中国代表を応援するため260万人のファンが中国からオンラインで観戦し、ハンも一発目のジャンパーを決め、中国代表でのチームメイトたちを相手に19得点5リバウンド2ブロックの大活躍。アメリカでのさらなる成長を母国のファンに見せつけた瞬間でした。日本人選手にとっての田臥勇太さんのように、中国の女子プレイヤーにとってはハイシャ・ジェンという伝説的なセンターが中国人選手としてアメリカへの道を切り開いていました。中国代表を1992年のオリンピックで銀メダルに導いたジェンは1997年の WNBA ドラフトにかかり、2年間 WNBA でプレー。ファンも彼女を尊敬しており、彼女を超えうる存在としてとてつもない期待を背負い、アメリカでのキャリアをスタートさせますが、初めは英語が全く喋れず、初めて行く全く違う環境で孤独を感じていました。そんな時にあるコーチとの出会いがありました。ラプターズのヘッドコーチ、ニック・ナースの甥であるデイビッド・ナースは数多くの NBA プレイヤーを見てきた優秀なシューティングコーチですが、ハンもその教え子の一人。ナースにとって英語をほとんど話せないハンのような選手とトレーニングするのは初めてでした。その身長では普通考えられない機動力を見せていたハンに、 NBA レンジから3を打つようナースはボールをパスしますが、英語が全く話せなかったハンは普段3を打たないことを説明しますが、ナースには全く伝わりませんでした。ハンは説明するのを諦め、3を打つと NBA レンジから7分の7で3を決め、ナースは彼女のシュート力にショックを受け、クリスタプス・ポルジンギスのようにその圧倒的な高さとシューティングで女子バスケを変えられる選手になれると、元々のワークアウトプランを全てやめ、ポストムーブの代わりにアウトサイドの練習、そしてピックアンドロールや機動力をつけるためのフットワーク練習を3週間続け、ハンのアメリカでの恩師となりました。ほとんどの選手が大学4年間を終えてやってくる WNBA で特に若かったハンですが、ニューヨークリバティでもそのディフェンス力、そしてアウトサイドのスキルを見せ、2022年のフィーバーワールドカップではオーストラリア代表相手にその高さで圧倒、ブロックショットを連発し、オフェンスでもその高さを存分に生かし、フックショットやアウトサイドから得点を重ねていき、19得点11リバウンド5ブロックで中国代表を勝利に導き、決勝でアメリカ代表には敗れたものの、ハンと中国代表は銀メダルに輝きます。ワールドカップでの銀メダルは1994年ハイシャ・ジェンが成し遂げた以降では初めて。来シーズン優勝候補になるニューヨークリバティですが、前回の動画で紹介したフランスのマリーヌ・ジョアネスのように彼女たちはチームメイトであり、2024年のオリンピックでは金メダルをかけて戦うライバル。日本代表の馬瓜ステファニー選手もキャンプ契約をリバティと結んで、 WNBA は5月19日からレギュラーシーズン開幕。もし彼女がロスター入りを果たせば、もっともっともっと日本で注目されてほしいなと思います。視聴者の皆さんは誰か好きな女子バスケ選手はいますか？ぜひコメント欄で教えてください。前回のノールックの女神マリーヌ・ジョアネスの動画での MVP コメントはこちら、ヒットニトニバボーさん。こんな化け物がひしめく中で銀メダル取った日本の凄さ、もうほんとそれですね。ハンが率いる中国代表もとてつもないでしょうし、次のオリンピックが楽しみですね。コメントどうもありがとう。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ということで次からは NBA プレーオフ編に入っていくので、ぜひみんなもチャンネル登録して今年の NBA プレーオフも盛り上がっていきましょう。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。